井戸正恵12月13日隊は、日本の政治家。立憲民主党に所属し、衆議院議員を一期、兵庫県議会議員を二期務めた。分筆業の際は、井戸正恵の名を使う。宮城県仙台市出身。仙台市立東家中学校、宮城県第二女子高等学校、東京女子大学分離学部史学科卒業。 東京女子大学大学院博士後期、家庭在籍中、松下整形塾旧規生。松下整形塾の同期には、秋葉ケニ也、市村光一郎、本田平直松野博和などがいる。1990年、東洋経済新報社入社、データ編集担当となる。その後、小形秋野の,のペンネームで、経済ライターとして活動。その後、 松した整塾発揮生の勝又光一郎と結婚し、神奈川県で暮らす。2002年3月に勝又と正式離婚。2003年4月13日、兵庫県議会議員選挙に、芦屋市選挙区から無所属で出馬するも落選。2002年11月、元府の井戸智樹と入籍し団児を出産するが、出産が全部と離婚後265日だったことで、 民法772条の300日規定に抵触したため、足市役所から全部を父とする出生届を提出するよう要求され、これを拒否したため子が一時無戸籍状態となった。このため、元府との親子関係を強制認知するよう求める裁判を2003年神戸、地裁尼崎支部に提訴し、同年11月に勝訴する。2005年7月3日、 兵庫県議会議員補欠選挙において、東灘区選挙区から民主党公認で出馬し、当選。2007年4月8日執行の、兵庫県議会議員選挙で2期目の当選。また、民法の不備を身をもって経験した経験から、2008年に、無戸籍事問題家族会を、結成、事務局長に就任。さらに、NPO 法人、親子法改正研究会を立ち上げる。 2009年7月31日、兵庫県議会議員を辞職し、8月30日、第45回衆議院議員総選挙に、兵庫1区から出馬。初当選。2012年12月16日の、第46回衆議院議員総選挙に、兵庫1区から出馬するも落選。その後も民主党兵庫県第1区総支部長。2014年12月14日の、 第47回衆議院議員総選挙に民主党候補として宮城4区から出馬するも落選。2015年、藤田の彦の公認として民主党東京都第4区総支部長に就任。2016年、民進党東京都第4区総支部長に就任。2017年10月2日、枝野幸男が立憲民主党の結成を宣言。同日、井戸は、 第48回衆議院議員総選挙に同党から出馬する意向を表明した。希望の党は第24回参院選の自民党候補者候補で最終選考まで残った南馬道洋擁立。東京4区は井戸、南波、共産党新人候補の3者で票が分散し、時点で落選。比例復活も叶なわなかった。2018年4月、記事。 サイボーズ青野社長の別姓訴訟、日本会議への接近に戸惑う人たちが、朝日新聞論談委員が選ぶ、今月の3点に選出。2020年9月29日、旧立憲民主党と旧国民民主党の合流新党である、立憲民主党は常任理事会を開き、移動時期衆院選、東京4区公認候補に内定した。以下は公式プロフィールによる、 2012年の衆議院選挙の選挙期間中に、ツイッターとインターネット掲示板の2チャンネルで井戸を誹謗中傷する事実無根の書き込みがなされた。選挙後に、夫から水を買い占めたのか、と尋ねられ、意味がわからず、促され掲示板を見ると、工事翌日の12月5日の日付で、井戸が福島第一原発事故の時に、議員会館地下のコンビニで、 大量のペットボトルを買い占めて台車で運び水が飲めなくなっちゃうかもしれないからと同僚議員に話したといった内容が書き込まれていた。井戸は事実無根。そんなことは絶対にないとし、インターネットを使った選挙運動の解禁前で法整備が進められている段階であり、被害を受けても候補者は否定する機会がなく無力、抑止になればと2013年2月6日に 兵庫県警に名誉毀損罪や公選法違反罪で刑事告訴したが捜査は進まず書き込みも放置されたままとなっている。ありがとうございます。